どうも、りょうへいです。ヒロトマです。はい、お願いします。お願いします。はい、本日なんですけれども、りょうさんがグローブをね、大量に持ってきてくれたので、ちょっと今日はそれを使わせてもらって、ノックを受けていこうと思うんですけれども、はい。りょうさんといえば、革の種類の豊富さなので、今日は各グローブでノックを受けさせていただこうと思います。はい、じゃあまず1個目、こちら。これがジュテルですよね。あ、ジュテルです。全然見てました。翔平さん見ちゃいました。ハンバーグ。まあ、ジュテル、これ一回、なんか翔平 TV のノック企画でも。そうですね、それはおなじみのやっぱジュテルなので、はい、みんなジュテルに関してはもう詳しいかなと思いますので。まあそうですね、あの、はい、越谷だっけの工場の、はい、はいはいはい、まあもうパリッとしたような革で一切オイルを入れずに大丈夫っていうような、グローブとなっています。これはあのカズサマジックの、はい、あの選手が使っていただいて片付けして戻ってきたグローブになります。すげえな、はい、やば。じゃあまずこれ1個ですね。はい、はい、続いてこちらのグローブなんですけど、こちらは和牛ですね。お、和牛まで、はい、もうなんかメジャーチックじゃないですか。メジャーチックな小指2本、うん、そうですね、はい、もうサードに特化したグラブにしてます。うん、でこうやって補給面を見るとすごいきめ細かい。これもねジュテルに近くてオイル結構染み込んでますよね本来。まだ1回も使ってないんで。ですよね、はい、お、そう、だからちょっとジュテル寄りかな。そうですね、革質的にはイメージ的にはっていうような感じで軽いです。軽い、うん、結構うちのグローブは全部そっち寄りに合わせるんですね。あ、軽い、うん、ちゃんとしっかり掴める。それでそうですね、ハンドリング良さそう。ひろとくんはなんかあのやっぱ小指2本好きじゃないですか。小指2本大好き。それちょっと合うかもしれないですね。あ、なるほど。こちらがディオの厳選レザーとなります。で、どちらかというと低価格帯ってわけじゃない。低価格帯じゃないです。低価格帯こっちか。そうです、そうです。厳選レザーは何に近いって言ったらいいんだろう。かなり柔らかく、そう、まあ片付けしてますんで、これはお湯を70度ぐらいにつけてます。やば。あれ、スラッカーの湯もみより熱いんじゃないって。もうぐにゃぐにゃにちょっとやってみたくて。はいはいはい、はい、でもそのお湯につけてもあのそのぐらい腰、うん、残ってますんで、なんかちょっとほんとそこのさっきあの両平さんが言ったメーカーの感じに似てますよ。うん、そうですね。を深くした感じ。そうです、そうです、そうです。で、あのそれ、そのメーカーよりかは針が…言っていいのそのメーカー、まあ、さっき名前出しちゃってるからですけど、スラッカーよりに近いんだけど針は全然スラッカーよりある。そうですね、もともとの革質が針があって腰があるんで、うん、で、そんなに革が分厚くないような感じがしますね。そうですね、うちのはそんなに分厚くないです。はい、今軟式ユーザーでも全然使えそうな70度のお湯にぶち込めば使えそうな。そうですね、はい、キーワード70度。そうそう、キーワード70度。はい、でも油感なくなってないですよね。そうですね、しっとり感が、はい、あるって感じですね。それもまだオイル1回もつけてます。なるほど、なるほど。で、まあちょっと今日使えない、そうですね、まだ片付けてない。そうですね、間違えちゃったんですけど、今日ちょっとまだね、片付けしてないので使えないですけど、これが低価格帯のグローブなんですけど、いや、これ低価格帯はおかしい、このクオリティで。マジでディオさんやってるわ、これ変えて新しくしましたね、低価格を。はい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 、これを混ぜて、どれが低価格って初めて見た人は絶対わからない。わからないです。わからないよ。マジマジマジ。触ってみ、触ってみ。確かに分かんない。ディオさん嘘ついてます、これ。あの前、前回のノックバットの時もめっちゃ重くしてたんで嘘ついてるんですよ。いやいや、全然低価格帯じゃないの。催眠師じゃないですか。だから 4,5 万でも売ってても。そうです、そうです。全然わかんない。全然大丈夫だ。価格破壊起きそうなぐらいな。そうですね。まあ、これもちょっと後日もし片付けされたのをお付き合いさせていただければと、ね、はい、お願いします。はい、なんならヒロト君が片付けちゃってもいいですけど。失敗します。失敗します。失敗します。まだ僕の方がいいです。あ、じゃあ両平さんお願いします。どっちもどっちだ。いや、まだまだ両平さんの方がいい。うん、まだまだ。で、最後に、まあ、これが今日の目玉ですよね。そうですね、今うちが一番推してるレーザー。はい、はい、それが、はい、こちら、はい、ディオレザーです。おお、これが噂の、はい、噂のディオレザーです。しっとり感が半端じゃないんですけど、うん、この革はですね、まあ言えないんですけど、昔プロの選手とかが使ってた革、はいはい、で今はそのメーカーがもう使わなくなっちゃったような革とかなんですけど、まあ、そういうのを一応厳選して選びまして、うちはそれを使っちゃってます。なるほどです。やばいな、僕はもう分かりました。言いませんか。いいな、相当いい革ですね。めっちゃいい革。まあ、気になった方、そのメーカーが気になったって方はぜひ触っていただいて、自身で当てていただいて。自身で、はい、だ本当に。ただ言えるのはきめ細かくて、で鮮やか、まあ染色されてないっていうのもありますけど、その中にしてもより映えるようなオレンジ色をしてるので、まあ、それで分かっちゃう人もいるのかな。そことは関係ないですけど。そうですね、それを選んできてるよっていうことなので、うん、で、これ湯もみぐらいですよね。まだちょっと湯もみとちょっとぐらいしか使ってないです。そうです、本当にそれ水にちょこっと使ってるんです。水か。
砂がわかるかな、綺麗なもん。そう、上品な艶が出てる。でこの間あのそれをあのジュテルの方に何個か混ぜて、どれがジュテルかどれがディオレザーかっていうのをちょっとやったんですけど、誰もわからなかった。わかんない。まあまあそうですよね。これも油分多めそうな感じが。それぐらいどれもあのみんなレベルの高いグラブになってますんで、はい、なるほどです、うん、じゃあちょっとこっちはまだ片付けしてないの で、ね、はい、今回ノックではこっちを使って、今日はちょっとこちらのね、はい、4つを使って、はい、ノックをやっていこうと思います。はい、それではやっていきます。はい、まずジュテルを使っていきます。はい、自分は和牛グラブを使います。めっちゃ待ってた今。超スピンかかってる。ああ、失敗した。出しながら、出しながら歩くね。おいよ。おお。ほら、私。ヒデさんいつも。ない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 。はい、じゃあ次はギアサイレンザを使っていきます。近すぎ。ギアレンザを使っていきます。あのコメントにも公式グローブは公式でなんか受けてほしいとか結構ありますもんね。マジっすか、はい、うまいな、ヒロト。なんか良平さんより上手く見えますよ。もともとうまいっすよ。良平さんうまいっすよ。彼女超うまい。避け方うまい。あ、ごめん。ちょっと。やばい、クルーズ持ってきた。はい、すぐ。エラシラすぐだよ。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、あのディオさんのグローブ、はい、今日4つ、受けてきたんですけれども、僕は、まあ、型はね、全部違うんで、もちろんなんとも言えないですけど、まあ、ディオレザーかな、一番は。まあ、ちょっと前動画で言った通り、一応ディオさんのミット今オーダーしててですね。そうですね。はい、レザーはディオレザーのミットとなります。まあ、なんで先にちょっと使うことができてよかったなっていうのがあるので。今ディオレザーのあのミットで作ってるのは良平さんのしかないので。あ、そうなんですか。出来上がったら初めてのレビューが。なるほど。まあ、いろいろ知ってる目からすると確かにミット向きではない可能性もありますもんね。あ、でもどうなんですかね。どうなんですかね。使ったことがない。そう。いや、本当初めての体験なので。そうですよね。いや、あの軟式で使うんで、よりきめ細かいの方がいいなっていうので、うん、なんか公式だと確かにミット向きの皮って言ったら微妙かもしれないですけど。そうですね。軟式だったらっていう。そう。で、両方ちょっと試してほしいですね。ぜひやってみたいなっていうのがあったので、僕はちょっと今回、キャッチャーミットの方はディオレザーの方。使用しました。ヒロトはどれで買った？やっぱ銀製ですよ。なるほどね。肩が似てるっていうのもあるっす。なんか肩の問題じゃねえって言ったじゃん、さっき。肩が似てる。喧嘩やめてもらっていいですか？結構小指に入れても。だから肩の問題じゃねえか、それじゃあよ。皮の問題よ、言えば。皮はこっち。銀製レーザー。柔らかめな。柔らかめ。やっぱり。ヒロト君は好きだ。パカパカ系が一番好きなんで。はい、ヒロトのあれはどこで作る？あの、何ですか？ジュテルです。なるほど。じゃあ、これと一緒と。はい。それですね。なるほどね。じゃあお互いにちょっとグローブが楽しみ、ね、出来上がったらまたそっちの方もレビューさせていただければと思います。
はい、あのディオさんの SNS と、YouTube チャンネル概要欄に貼っておきますので皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。しお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すぐ途中喧嘩する。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。